はい、どうも、ガミです。今日は駒沢カップ2024グループ A 対マンボウさんをお届けします。今日の選抜は銀座のカリスマ白間、エース三輪が仕事が忙しいのかなかなか来れません。まあ来てもまだ肘の調子が 100% ではないのでダメなんですけど、先頭バッターセカンドゴロ、おい佐久丸、これはファーストとセカンド声かけ、まあどう見てもセカンドですね。ファースト行ったらピッチャーのカバーも間に合わないんで、これでランナー1、2塁。おっと、ライト前。さあ、来い、丸。いいボール来た。金子。はい。セカンド、金子さん。さっきのスロー再生と合わせて、もうあなたで30秒ぐらい使ってるんですよ、尺。映りたがりなんですかね。まだワンアウト2、3塁とセカンドゴロ、1個でいいぞ、1個でいいぞ、ホーム間一髪アウト。まあセカンドのファーストへの送球もまた遅いんですけどね。ここは間一髪アウト。ファーストのカリノも絶対焦りましたね。まあナイスボール。一番奥積み東海大菅生、ナイスバッティング。パパ頑張ったよ。2番バッターは矢野、浦和学院。前回のマンボウ戦ではさよなら満塁ホームランを打ってます。丸はセカンド送球もと、これは悪送球か、満塁チャンス。さあここで4番宮下は三振。まだワンアウト。さあ嵐押し出し、1点返す。チャンスでしか打てない男、キャプテン山本、デッドボール。これで同点。さあやらかしてる金子、これは距離十分、逆転3対2。ここでサード矢野くんの鬼型を見せます。セカンド金子は肩弱い。2回の裏、先頭のいぶし銀松浦、粘ってフォアボール。1番に戻って奥積み、今日2安打。いい当たりもレフトの処理がうまいですね。さあ、1、2塁。矢野。センターにえぐいわ、これは。ふくらはぎの太さが尋常じゃないですね。3回の表の守り、ツーアウト2塁でファースト仮のダイビングキャッチ。しかしこれはカメラの画角で切れてますね。確認して伸ばしてみたんですけど、センターカメラでも切れてます。映ってないです。ただめちゃめちゃいいプレーしました。
持ってるのか持ってないのか、仮の。これもいった、2射連続。さんはみんなガタイがいいんですよね。これで6対5、1点差。さあピッチャー変わります。チーム上位から渡辺。さあサードに飛べば大丈夫。ここで盗塁セーフ。マンボウさんみんな走ってきますね。セカンドフライ、金子咲丸大丈夫か、大丈夫か。怖っ。ツーアウト1・2塁。サードに飛べば大丈夫。追加点が欲しい6回裏。先頭松さん、おお。松さんの長打、これは貴重。ノーアウト二塁、チャンス。そして一番に戻って当たってる奥住、三振。ワンアウト二塁。2番矢野、ここで松浦走る。ナイス走塁。国士舘42歳参加。さあ矢野、ファーボールですね。ワンアウト一三塁。ここで丸も三振。二日酔い飲みすぎ。ツーアウト一三塁で4番、これで満塁。ツーアウト満塁で表参道の料理人嵐。嫌な流れですね。最終回、ここを抑えれば勝ちです。先頭を出してしまった。しかもフォアボール。おっと、これはワイルドピッチ。ノーアウト1・2塁。セカン大丈夫、大丈夫。ワンアウト1・2塁。どうした。イップス発動ですね、これ。さあ、これは2点タイムリー、逆転。やってしまった。まだピンチは続く。フォアボール。ここで投手交代。こちらも東京ジョーカーズチーム上位からの選出、アビコ。ツーアウト満塁からサードに飛べば大丈夫。最終回裏の攻撃、1点を追う東京ジョーカーズチームスターズ。ここは先頭のキャプテンからです。キャプテンはチャンスでしか打てない、モチベーションが上がらない。いや、今日は自らチャンスを作ってくれ、頼む。特大ファウルで2ストライク1ボール。これで2-2。粘る。よく見た。2-3。さあ勝負の1球。
勝負の試合行ったんじゃないの、止めたんじゃないの、行ったんじゃない、ジョーカーズに入ってよかった これで2アウト。さあ代打、こちらもチーム上位から牛島、ナイスバッティング、つないだ。そしてダイソー藤井、足が速い、一本で帰ってこい。落ちる、落ちるか、落ちるか、落ちない。3時間の死闘の末、結果7対7、痛み分け、勝ち点1ずつ獲得。まあ1取れただけよかったか。これで1勝1分け、勝ち点4、なんとか1位通過で決勝トーナメント行きたい。次回はナインエールズ戦。また見てねー。